はい、ってことで今日なんですけども長っ、普通に世間話して長くなっちゃったんですけど、はい、今日はさやさんがね、一回もう絞り切って、うん、この間大会出たんですよ、はい、見事2位 でフィニッシュしたんで、おめでとうございます。いやもう全然嬉しくないしね、なんかもう未だかつて一番悔しかった。2位が一番悔しい、一番悔しい、まあ狙ってたっていうのもあるし、確かにくっそー、だからもうメダルとか意味ないもんね。ただ、さやさんぶっちゃけ言っていい、はい、で有酸素してる時最近暇すぎて、さやさんの動画とかめっちゃ見て、結構モチベーションになるんだよ、減量中あれまでだと見て思ったんだけど、あのポージング次第で1位だった普通に。ポージングかー、でコンディションさ、一人だけなんか出てきた瞬間から顔見えてねえのにさやさんだって分かるぐらい、マジか、そんぐらいぶち抜けてた。コンディションはまあ本当そうね、うん、なんでさやさん一回もう仕上がったってことで、はい、僕これ毎朝視圧計ね、っていうもので、脂肪の分厚さを今回はなんかあの感覚にならないように測ってます。朝の一番水抜けた状態がやっぱり一番ね、水飲めなくて正確なんですけど、これめっちゃ高いんだよ、これ3万もするの。3万すんの。これをまずこうピタッてってゼロに合わせる、うんうんうん、で、このゼロの状態から、うん、例えばだけど、この薄そうな皮膚、はい、この辺をちょっと強めにこうつまんだけど、そうすると今1.1mm、はいはい、割と痛い、1mm ぐらい、うん、ちょっと強めに挟みます、はい、1mm ぐらい、うん、で、これ皮膚の厚さの目安なんですけど、 2mm 下回ったら、とか 2mm になったらボディービル界ではアホ絞れて、そろそろもうやばいコンディションが 2mm らしいです。要は 2mm に出せたら、もう仕上がりで言ってコンディションで言えばもう100点満点。ちょっと今日試しにやらしい。もうぜひぜひぜひ。そうだから、ケツとかはそれ。そう。水抜けた状態で2ミリだから、だから普通の状態で2ミリだったら、水抜けたらもう 1. 何ミリだから、もう仕上がる。だ全身で2ミリをある程度来れたら、もうその人仕上がってるから、体重とか気にしなくていいよって目安になる。へぇ。一番正確です。体脂肪とかではなくて、もうミリ。ミリの厚さ。2ミリ。ちょっとじゃあ、お願いします。じゃあ、まずはですね。はい、で測るポイントが僕的にやっぱ下のこの腹筋のここ、はい、あと腹筋のこういうなんかちょっと少し一番厚そうなとこ、はいはいはい、厚そうなとこ、うんうん、とあとまあこの三頭とか あとまあ背中の一部、あとここの一番残りやすいここの下半、ここ残るよね、ここを今日は測っていきたいと思います。それでケツもお願いします。はい、ケツはもう最大限見るのか、確かに腹筋のとこ、はい、すげえなこの皮じゃん。ちょっと強めに詰めますね、はい、すげえ1ミリだ、1ミリ切るぞこれ、あ1ミリ切った、 0.98、すごいね、まだここは絞れてんだ、もう1ミリないわ、そうです、もうここは仕上がってると、うん、完璧、ここはこれもう水抜いたらあれだよ、ここに皮膚より薄い。今日は本当にバッドコンディションではあるんだけど、仕上がりかけてくると全身の皮膚がこう手がりつく、そうだからこうこうやるともう気持ち悪いの。なるほどね、ここの筋肉がもう腕も肩もなんだけど、こう中でこう遊んでる感じ、もめいてる感じ、そうで、あと俺の絞れてくる感覚としてこう肩甲骨を回すと、うん、この肩甲骨がこう皮膚をこうめきめきって、なるほどね、そうで、それは今日はちょっとある、うん、その感覚が俺は全身に来たら完璧。去年の一番絞れてる時はその皮膚のへばりつき感が最後ケツに来て、ケツね、そう今回それがなかったけど、そのケツに来た時に多分究極体、究極体。じゃケツもちょっと測ってみましょう。ケツ、ケツ、いやそれ先にケツちょっといいよ、やっぱこの下があまり安くなるのかな、ねえよこれ、さてちょっと近く見て、この下のたるみやすいここでいきます、はい、一番分厚そう、これ力抜く、うん、抜いて抜かないとね測れない。でも 2.28 ぐらいしかない、 2.28、うん、だからもう気持ち絞れるなぐらい、もう絞れるぐらい、まあでも、うん、気持ちで水抜いたらもう1ミリ 2ミリ切るから、仕上がりっていう意味ではかなり絞れてる。なるほど、うん、次腹筋ちょっと厚めとか、はい、なんで先ケツいったの、なんでだ、腹筋のじゃあ一番ちょっと分厚いのとか、はい、はい、いきます、はい、2.22、
2.22 すげえ、それはすごいもん、うん、2.22 もうほぼ仕上がってる全部3等、はい、これも力入れない、うん、入れない、つまみにね3等、これそう、やっぱね、つまめねえなと思うとか2切ってるね、1.62 1.6、うん、もう仕上がり、あ、背中、はい、背中この辺どうじゃ、すごいね、欲しいな、あでも背中まだちょっとやっぱ分厚いね、3.2、あ背中あるんだ、うん、3.12、ここが多分もう背中でいうと1キロちょっとぐらいいけんじゃん、なるほどなるほどなるほど、うん、で一番甘くなりやすいちょっとこの下背のここ、これはもう落ちないんじゃないのこれ、落ちるの、こういってみます、 2.8 か、うん、だから多分1キロを背中とここで落としたらこのぐらいまで仕上がる、だから俺と今回 64.2 だったな、うん、まあ、仕上がりで言うと3、4、5ぐらいで仕上がってたんだけど、うん、まだ落とせるってことだろうな、もうだからあれだよね、脂肪で、うん、1キロ脂肪のみで落としたら、うん、背中とかも究極だな、うん、究極度までいくって、だからそれが、いわゆる8月21日の日本グラフです、まあちょうど1ヶ月、うん、ちょいな1ヶ月か、ちょいねと思った、うん、1ミリ切ったわ、0.86、もうないのよこの辺は、もう変わるの、だから結局やっぱ、うん、背中だ、背中だ、足もちょっと一応測ってみます、あ足もだいぶ1ミリ切ってる、1.2、やっぱ背中だけだよ、背中だ、うん、やっぱここが残るんだ、あと腹斜筋変わるの、うん、これも 1.2 だ、だからやっぱ絞れてるとこが一瞬で2ミリバーって切るぐらいまでいくっす、ね、はい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 、それを2ミリ切ると究極の絞りに近い、2ミリいって、で夜の段階で2ミリってことは水抜けたらもう1ミリだから、もうその段階で2ミリいってたらもうほぼ仕上がりってか、もう仕上がり、まあ今日なんて普通に水分がっつりとって飯も食って、そう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 状態だから、そうか、タイガーさん、サイガーさんの大会出た時にもう背中も完璧に仕上がってたって言ったけど、うん、多分その時は2前半かもう 1.5 半いってたんだ、うん、確かに、うん、はい、ってことでですね、結構ね、僕もそうなんですけど、体重測ってやっぱなんか増減で、うん、うわ、今日コンディション悪いとかって結構こうなるじゃないですか、なる、なんでその目安をこの脂肪の厚さを測ることによって、まあ、大きくブレづらくなる、毎朝これを測ることによって、あ、進んでんだなっていうのは結構ね、分かりやすくなるんで、僕的にこの視圧系おすすめです、え、めっちゃいい、あ、減量必須で、俺いつもそう体重計乗ると、うちの体重計って勝手に体脂肪率測る、勝手に、で勝手に体脂肪率測って肥満あったさ、わかる、30何パーセントとか外でぶん投げたくなるんですよ、いやもうね、そう体重計2つあるから、でしかも 500g ぐらい誤差があったりとかして、あれ一番メンヘラになる、しかも俺なんてその前日だから当日か、体重の本当に誤差が出てたから、あれ見ました、動画ね、あれでなんかちょっと超えてたら失格だ、そう失格だから、ほん本当にね、体重計ダメ、体重計とね、それ本当にすげえ大事になってくるんで、うん、最後ね、さやさんのやっぱチョコ棒が、うん、チョコ棒が薄皮何ミリになったかを左右調べてる、さやさんチョコ棒ダメとけやめとけそこもやっぱ絞れてんのかな、ここ絞っちゃダメでしょ、絞りすぎてもなくなってたこんぐらいでしょはい、ということで今日はね、一回も大会出て、さやさんの仕上がりって言ったらもう本当お手本のような仕上がりなんで、のさやさんでどのぐらいの皮膚の厚さなのかっていうのを測ったところ、やっぱりほぼ2ミリ下回ってた、さすがです、ありがとうございます、はい、なので皆さん絞りの目安として、これやってみてください、なるほど、はいはい、じゃあ、開けてくださいこれの
the edge. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly.